ホストガイドプレゼンツホストミュージックステーションボリューム3ついにこの日が来ましたね。はい、来てしまいましたね。決勝戦です。では A ブロックの歌い手さんからお呼びしたいと思います。ジゴロクラブの天塚太陽さんです。どうぞ。ちょっとドキドキしちゃうかもしれませんが、そうですね、はい、ちょっと頑張りたいですね。ここまで残れたんで、はい、そうですね、はいはい、ちょっとドキドキ感も含めて楽しんでいただければと思います。ブレイドハートから葵さんです。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。目指すところはやはり優勝でしょうか。そうですね。そうですね。バチバチに緊張しますね。ちょっと緊張しますよね、はい、こう並ぶという感じで、そこも含めてお楽しみいただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってくださいね。 C ブロックの歌い手さんをお呼びしたいと思います。ブレイドハートの木野京さんです。どうぞ。どうも、よろしくお願いします。圧かけられてるんで。圧でかけられてるんですね。ワンツーフィニッシュしてこいよってことで。いいですね、狙っていきましょう。頑張ります。はい、ワンツーフィニッシュで決めていただければと思います。頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。 D ブロックの歌い手さんをお呼びしたいと思います。ピアスのあやとさんです。どうぞ。あ、今日もミルクを片手に。そうですね、そうですね、今日もミルキーな感じで歌っていただければと思いますので。頑張ります。はい、今回の戦いはくじ引きで歌う順番を決めていきたいと思います。そうなんです、みんなでせーので、ちょっと密度高めな感じになりますが、はい、どうぞ適当に。はい、早物勝ちで。はい、あ、そうですね、早物勝ちでした。はい、こんな感じで決まりました。順番となりましたよ。はい、順番が決まりました。最後ですね、木野京さんは4番目の歌い手さん。あ、そうなんですね、いいですね、ラッキーフォーということで。ラッキーフォーですね。はい、いいですね。それではこの順番に歌っていただきたいと思いますので、よろしいでしょうか。はい、最初の歌い手さんはこの方です。はい、ブレイドハートの葵さんで、瞳の中のギャラクシーです。頑張ってください。頑張ってください。そして流れ星に願い事するんだろう。宇宙の彼方に消えてゆくのに、夜空の下君がつぶやいた願い事って儚いのかな。僕らは風の中で鼓動を重ねた。ペパミントと涙の味がした。消えてゆきそう、君が手を握る。あるじゃないけど、もしも君がこの銀河の中で迷っても、どこまでもどこまでも小さな光を探すよ。そして僕は星座になって君のそばにいるよ。いつまでもいつまでもギャラクシーなその瞳を見つめたい。
どうして好きなんだろう。ビッグバンみたいだね。切なさが広がって胸が苦しい。わがままだよね。君が目を伏せる夜って恋のためにあるのかな。立ち入り禁止の壁飛び越え走った。自由を手に入れたそんな気分。大丈夫かな。君が微笑んだ。ついておいでよ。秘密を作ろう。そうさ君とこの銀河の中で出会ったよ。信じよう信じよう。いつか聞いた星の神話。きっと僕の世界の君は女神になる。守りたい守りたい。ギャラクシーなその瞳を抱きしめて。数えきれない悲しみも数えきれない喜びも。シャイニースター、もしも君がこの銀河の中で迷うどこまでもどこまでも。小さな光を探すよ。そして僕は星座になって君のそばにいるよ。いつまでもいつまでも。ギャラクシーなその瞳を見つめたい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いいですね。ビブラート101回。膝ずっと笑ってましたけどね。震えましたね震えましたね。さあさあさあ94.326点出ましたね。いや勝負に来ましたね。ついに来ましたね。脱坂本九で、そうですね、はい嵐で来ましたね。ジゴロクラブの天塚太陽さんで紫です。頑張ってください。頑張ってください。君には他の誰かがいる。それでも二人は会えたね。二人で見た夜明けのあの色。綺麗な紫だったね。不意に寂しさを見せつける君を抱きしめてあげれるその日まで。うまく言えないさよならが素直な自分へと変える。
言葉は下手くそなのに月が僕を急がす。そこが戦い場所なら君はいつも花を咲かすの。近づけば近づくほど離れてく気がしたよ。ここが戦い場所なら君はいつも花を咲かすの。諦めてたはずなのに今でも君だけを愛してた。うまく言えないさよならが素直な自分へと変える。言葉は下手くそなのに月が僕を急がす。をそこが戦い場所なら君はいつも花を咲かすの。近づけば近づくほど離れてく気がしたよ。あの日に見た紫をまた見に行けたらいいな。ありがとうございました。ありがとうございます。3分って早いですね。早いですね。早いですね。ちょっと後半ちょっと危なかったですね。危なかったですか。いや素晴らしい歌声でしたよ。あーまあまあ 95.709 点。はい、安定感が30点満点中30点満点。ちょっと危ういですねこれは。危ういですかね。さあ今日の戦いどうなってしまうのでしょうか。はい、95点ひとまずはひとまずは1点勝ちました。はい、1点だけ勝ち、はい、勝てました。はい、ピアスのあやとさんでオンリーヒューマンです。頑張ってください。頑張ってください。悲しみの向こう岸に微笑みがあるというよ。その先には何が僕らを待ってる。明日さえ見えたならため息もないけど流れ がしましたね。さあどうなるのでしょうか。 92.29 点。これはそうですね、全く高音が出なくて。これはどうなるのでしょうか。ひまわりで来るべきだったのでしょうか。ですかね。どうでしょうか。最後の歌い手さんに歌っていただきたいと思います。さあブレイドハートの木野京さん、はい、ちょっともうあやとさんの歌の最後の方にちょっともうそわそわされているような。そうですね、最後緊張しますね。そうですね、ちょっとなんか
じらされ続けてついにみたいな、そうですね、そういう感じはありますよね、はい、社長さんも見てくださっておりますかね。あ、もうさっきも意味不明な電話かかってきたんで。あ、そうなんですね、はい、いたずら電話が来たということ で、そうですね、はい、いいですね、心強いという。まあそうですね、そうですね、みんな見てます、いいですね、はい、さあそれでは歌っていただきたいと思います。ブレイドハートの昨日今日さんで愛は勝つです。頑張ってください。頑張ってください。心配ないからね、君の想いが誰かに届く、明日がきっとある。どんなに困難でくじけそうでも、信じることを決してやめないで、キャリをキャリア、傷つけ傷ついて、愛する切なさに少し疲れても、もう一度夢見よう、愛される喜びを知っているのなら、夜空に流星を見つけるたびに願いを託し、僕らはやってきた。どんなに困難でくじけそうでも、信じることさ、必ず最後に愛は勝つ。キャリーをキャリア、求めて奪われて、与えて裏切られ、愛は育つもの、遠ければ遠いほど勝ち取る喜びはきっと大きいだろう。心配ないからね、君の勇気が誰かに届く、明日はきっとある。どんなに困難でくじけそうでも、信じることさ、必ず最後に愛は勝つ。信じることさ、必ず最後に愛は勝つ。ありがとうございました。さあ、そうですね、どうですかね、この瞬間が緊張しますね。言ってほしいですね。言ってほしいですね。 95.047 点。さあ、すべての方の点数が出ましたね。そうですね。そうですね。それでは、やりきりましたか。やりきりました。やりきりました。こそこそ声で。やりきりましたね。やりきりました。やりきりましたね。はい、さあ、それでは、この後、表彰式を始めたいと思います。はい。はい、第3位は、ブレイドハートの葵さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。もちろんですよね。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。3位の葵さんにはホストガイドの動画のランキングのページのトップに現れるバナーですね、はい、
プレゼントです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。一言いただけますか。一言、はい、本当は1位取りたかったんですけど、はい、まあ、次頑張るんでまた、はい、また、はい、お願いします。機会がありますから、はい、次こそ1位を、はい、取っていただければと思います。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。準優勝の方はこの方です。ブレイドハートの木野京さんです。おめでとうございます。あ、すいません、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、じゃあ、はい、どうぞ。準優勝の木野京さんにはP日記のランキングページのトップに現れるバナーをプレゼントとさせていただきます。はい、P日記ページのアクセスすごく多いですからね、すごく見られております。はい、かっこいい写真を撮っていただいて、そうですね、はい、決めていただければなと思います。はい、おめでとうございます。一言いただけますか。ちょっと愛の数が足りなかったんで、準優勝で。そうですね、はい、あの次また機会があれば、そうですね、はい、愛を増やします。増やしてからの優勝を狙いという感じですね。はい、そうですね、はい、おめでとうございました。おめでとうございました。1位の方はこの方です。ジゴロクラブの天塚太陽さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、やっと取れました。取りましたね。ちょっとね、決勝何回かあの行かせてもらってたんですけど、いつも2位とか3位とかそんなばっかりで、惜しかったですよね。そう、1位ずっと取れなかったんで、はい、よかったです、本当に。ついに優勝、やっと取れました。じゃじゃーん、おめでとうございます。ありがとうございます。優勝の天塚太陽さんにはホストガイドのホストお店ページランキングページのトップに出てくるバナーですね、こちらをプレゼントさせていただきました。歌でね、ここまでなんかさせてもらえるっていうのが僕にとってはすごいラッキーで、あのみんなチャンスあると思うんで、で今日も、まあ、ぶっちゃけ僕何回も出てるんで、あの緊張もあんまりしなかったから、まあ、ぶっちゃけ勝ったのかなっていう部分もあるんで、ちょっとまた次になった時は多分ちょっと勝てるか分かんないんで、まあ、僕も次楽しみに、また僕も練習して、まあ、次も優勝狙いに行きます。はい、次も優勝狙っていきましょう。さあ、皆さん、この放送は、生放送でご覧いただけた方、今見ていたくださっていると思いますが、見逃してしまった方も、編集しての、動画がね、YouTube でアップされますので、皆さん気に入っていただけましたら、ぜひいいねボタン、そして、チャンネルの登録の方もよろしくお願いいたします。ホストガイドプレゼンツ、ホストミュージックステーションボリューム3、あ、赤蔵今日でさようならです。ありがとうございました、そうなんです、赤蔵、さようならなんです。はい、まあその辺によく歩いてるので、見つけましたら、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。赤蔵しーちゃんもね、サポートの方ありがとうございました、はい、ね、また会う日まで皆さんありがとうございます。あ、何かな、あ、OK ですね、はい、ありがとうございました。また見てね。また会う日まで、さようなら。